仙台市は来月5日に開会する市議会の一般会計補正予算案にオミクロン株に対応したワクチン接種にかかる費用を盛り込みましたオミクロン株対策に開発されたワクチンは BA.5 などの変異株に対応するもので厚生労働省は10月半ば以降に接種を開始する方針です仙台市は来月開会の市議会に提出する 総額104億9800万円の一般会計補正予算案に集団接種の会場費や人件費の追加費用など58億4300万円を盛り込みました対象は2回目までの接種を受けたおよそ83万人で仙台市では4回目の接種を受けた人など接種券が手元にない人には再送することにしています